こんにちは、板垣あずさです。今日は AV 女優になった理由を初めて YouTube で話します。初めて AV の業界のことを知ったのが17とかだったと思うんですけど、私新潟県出身で15の時に、まあ、知ってる方もいるかと思うんですけど、某有名雑誌のコンテストに出てグラビアアイドルやってたんですけど、まあ一旦アイドルをやめてですね、東京にやっぱり来たいななんて思って来たんですけど、何したらいいのか分からずまあちょっと知り合いの方の紹介でお仕事したりとかちょろちょろと動いて回ってたんですけど、まさかのまさかでですね、その知り合いの方がなんかこうやっぱ AV の業界にも精通してる方で、でそれでその私がグラビアをやってたっていうことを結構お話を普通にしてたんですよ。まあそれでまんまと目をつけられまして、アダルトの世界興味ないって言われて、えそれってどんな感じなのってちょろっと調べ始めたりとかして、まあ1ヶ月ぐらいはちゃんと悩んだんですけど、1ヶ月はね1ヶ月は悩んだ結果 AV をやるって決めました。とりあえずきっかけ自体はまあスタートなんですけど、担当職員に気がついたら、なんかよくあるやつですね、昔気がついたら AV 女優になってたみたいな結構多いと思うんですよね、我々の時代の女優さんとか。多分なんか今の子たちすごいちゃんとしてるじゃないですか、いろんな意味で、よくも悪くも。なのでなんかちょっと逆にこっちからすると、わあちゃんとしてるなって思うんですけど、うちらの時って気がついたら AV 女優になってる子めちゃめちゃ多いと思うんですよ本当に。まあだから板垣もその気がついたら AV 女優になっちゃってたタイプの一人ですね、多分ね。そしてしっかりとあの SOD さんに拾ってもらってというか、ママと騙されてですねまあ専属で撮っていただくという人生が始まったわけですね。あれはいくつだったんだっけ ?18 なんですけど、それもね、すごい面白くて、11月23日が誕生日なんですけど、11月の8にデビューしたんです。それもなんでかっていうと、やっぱ18歳マジで美味しいからって話。19になっちゃったら、もったいないみたいな。それをすごいメーカーさんに言われて、なんとしてでも18歳のうちにデビューさせたいから、それまでになんとしてでも撮影撮り終えたいみたいな。結構すごいスパンだったんですよ。もう自分が AV になるって決めて、撮影の期間までがすごい短くて、もう何の準備もなくなんか気が付いたらスタジオにいて、もう気が付いたらデビュー1本目撮り終えてたぐらい、もうすごいスピードだったんで、向こうからしたらスケジュール通りなんですけど、板垣はあんまりよく分かってないまあ今回こんな感じで喋ってみ、感謝各位が dành thời gian bận rộn của các bạn để xem video của mình。感謝ね。